ペイトット、そしてこれは一瞬ブロック、王子で笑顔が見られました。カイソット、いやリバウンドも高さがあります。カイソット高いですね。そして河村は速い、高い、エンドワン、いやもう速いと高いが融合してこの形になります。オリバーです。オリバーからカイソット、いいですね、こういう連携ですね。はい、あのトランジション、そして3リバウンドは横浜、もう長いボール渡った。カイソット、カイソット右手だけ、ブザービーターです。河村、森、森からカイソット、おーブロック、後ろ、うわーラモス、エンドワン、点を取られました。さあここ、スクリーンでスペースを作ってカイソット左手片手で行きました。松井岡のビーコルセアーズ、それで乗り込んできています。左から右、ホームの合わせグレブサンダース、行かせて、わーいきなりなりオープン、はい、今これも決まらない、シュートはまでは行ったんですけども、あーブラーいよせー、そしてガイソット、もう少しあのボールに近いところでの得点を狙っていきたい川崎です。いや、せでしたね。もうそれだけ多く攻めますから失点多くなるんですよね。はい、ユートフのスリーポイント、おーリバウンド、ガイソット、これはおーよく決まってきました。水曜日のゲームキックオフ、最初のオフェンスは横浜、横浜川村には伊藤隆がついてバックスクリーンを使ってカイソットです。出しっていうのはすごく、まあ、重要になってくるのかなというのを感じてましたけれども、はい、それを見るとやっぱり横浜の方がいい。川村からあと中に通してカイソット、今日も川村カイソットラインが通ります。お互いのガッツポーズが出ました。ここでね、ノールックでね、河村行き死ぬかわからない、ここならカイソットが取ってくれるコース、はい、そしてそれをタップシュートでねじ込んだ横浜守りました。ここ今よくヒップ入れてきましたね、はい、デビューオリバー、そして中を使います。ミスマッチになっていたんですが最後はカイソット、オーラのスリーポイント、ヤンテ名店、ここはカイソットがブロックショット、中へソットから河村、河村、うわー、併用しているという時間帯です。河村、中に入って浮かせて、いいですね、このコンビネーション、